リーチチャンネル。こんにちは、ゆりーです。いちです。ゆりーチャンネルです。新年明けましておめでとうございます。イエーイ。2019年初めてのゆりーチチャンネルの投稿が始まりました。イエーイ。ということでね、今日はおさらいのパジャマにしました。あ、かわいい、ゆきこさんだよで、今日の企画なんですけど、うん、新年ということで、じゃーん、福袋を大量購入しました。よいしょー、イエーイ。なんとね、この福袋たち朝めちゃくちゃ早起きをして、一郎くんがね、一人で買いに行ってくれました。買いに行きましたよ。ありがとうゆりながね、その日京都に行ってて一緒にいなかったので、朝のね、5時に起きて一人でね、買いに行ってきました。いや、ほんとありがとうで、欲しかった福袋を全部ゲットすることができたので、今日は一緒に今から開封していきたいと思います。で、今回買った福袋なんですけど、ナイスクラップとスナイデルとビリーブラウンと300円のアクセサリーショップのラティスで女の子たちに人気の福袋を買ってきました。早速一つずつ開封していきたいと思います。それじゃあ行きますか。はい、せーの、レッツゴー。一つ目は、じゃん、ナイスクラップの福袋です。それじゃあ早速開けていきましょう。カジュアルとスイートがあるんですけど、私はスイートを買ってきてもらいました。これね、名古屋のパルコにお店があるんだけど、うん、そこに行った時はね、もう売り切れてて、うん、うわ、もう終わったわと思ったんだけど、そう、話してたのだけど、うん、栄の地下にもお店があって、そっちに行ったらラスト4個だけ売ってて、最後の最後に買えたっていうね。え、ドキドキなんだけど。え、すごい福袋開けるのめっちゃドキ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 するよね。やばいんだけど、そういう感じか、福袋って。うん、じゃあ開けていい？いいよじゃじゃじゃーん。あー、じゃあまず一つ目が、じゃ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 ん。おー、うわ、めっちゃ可愛いじゃん。え、可愛い。え、すげー。よかった。まず一つ目は、じゃん、こちらのお洋服です。おー、かわいい、 ナイスクラップだわ。ナイスクラップだわ、うん、ナイスクラップっぽいこれ肩の部分がすごくかわいいデザインになっていて、うん、あ、そうだね。袖の部分とかがちょっとレースになってるから、シンプルだけどおしゃれなトップスだね。本当だね。え、これ着回しできそう。そうだね、かわいいね、これ。ね、なんか一着目からいい感じね、おとり。あ、本体価格は3300円だって。あ、本体価格まで書いてあるのこれ。うん、2つ目は、わー、一郎好きそう。え、かわいいんだけど。え、すげえ、めっちゃかわいいじゃん。かわいい、これ。うわー、これいいな。ニットのショートパンツです。ショートパンツなんだ。そう、スカートじゃなくてショートパンツなの。え、めっちゃかわいい、これめっちゃかわいいよね。めっちゃかわいいじゃん。これはかわいいな。しかもこのウエストの部分もゴムになってて、これはめっちゃ履きやすいと思う。え、めっちゃよくない？めっちゃいい。なんかこの2つだけでもなんかもう満足なんだけど。満足だねじゃあ終わりましょうえ、これは1つ4500円だから、福袋のね、1つのお値段が5000円だったんですけど、そうだね、これもう元取れたことない。いやー、福袋夢がありますね。めっちゃいいね。どんどん行きましょう。どんどん行こう。うわ、これすげえナイスクラップね5400円なんだよ。そう、安いんだよね。続いて、ダダダーン、ダダダーン、こちらのブラウスです。おー、かわいいね。これも襟の部分がレースになってて、白のブラウスは絶対に使えるし、ニットの下とかに着てちょっとこの襟だけを見せるだけでもかわいいから。これいくらなの？これは3900円だ。マジで？はい、次行きましょう。続いては、どんどん行きましょうよ。そう、それで行こうか。じゃーん、じゃじゃーん。おお、待って、ワンピース、ワンピースだ、ワンピースだ。え、めっちゃいい。え、かわいい。じゃーん、おお、こちらのワンピースが入っていました。かわいい、これも。え、これかわいいね。めっちゃかわいくない？これめっちゃいい。てかこれさ、普通に買ったらさ、うん、結構な値段するぞ。いくら？5900円だ。ほら、もうこれだけで元取ったワンピースめっちゃ着るんですよ。そうだね。だからワンピース入ってたら嬉しいね。こういうタイプのワンピースなかなか見ないからね。レトロだけど大人っぽいし、かわいいし、うん、生地もしっかりしてんだわこれが、うん、いい感じでーす、ね、次だよ。次だ。俺がね、一番注目してるこれ1個袋なんか入れちゃっていいのっていうぐらいの、まあ、最後なんですけど、じゃあ出しちゃいます。ダダダダダダダ。これやばくない？せーので、じゃあ、え、やばくない？めっちゃ似てるんだけど、今日の本当だ、3人目みたいじゃない？本当だよね。え、これやばくない？じゃーん、ふわふわのコートです。え、待って、これさ、うん、もうちょっと、え？
8900円だ。9000円じゃなく、ちょっと見させて。え、待って、ちょっと待って。なんで一郎のが興奮してるの。え、これめっちゃいいじゃん。ほら、これ福袋。うん。超当たりでしょ。超当たり。このモフモフのコートって、女の子が着てて、めっちゃ可愛いじゃんね、こういうやつ。うん、ずっと使えるコートが入ってくれてるのは、すごい嬉しいよね。いや、これね、俺めっちゃびっくりしてる。俺ほんとね、びっくりしてる時はもう言葉出ないから。いやー、これすごいよ。いいよね。これこれやばくない。しかもね、え、欲しいの。いや、なんでやね。本当に今年のナイスクラップ大当たりですね。うん、やったー。一郎が2店舗回ってくれたからだよ。いや、本当俺頑張ったよ、本当に。カジュアルの方もね、気になるね。やったね、これは大当たりです。いや、ありがとうございます。本当にハズレがなかったし、全部可愛いから全部使い回せます。興奮しすぎちゃって、ロレツ回ってない。一番さすがこんなに大当たりでいいの。でもあと2つあるからね、うん、早速、次もいっちゃいましょうか。マジでいいな。続いて2つ目の福袋はじゃん、リリーブラウンの福袋です。では早速開けましょう。リリーブラウンの福袋を買うのは初めてなんだよね。そうなんだ。楽しみ。どれからにしようかな。めっちゃ入ってんじゃん。じゃあまずはこれからにしようか。はいよ。おお、なんだろう。開封ってすごい楽しいよね。楽しいんだけど全然見えてないっていうね、開封してるところがね。あれ。YouTuber っぽくないね。行きたいと思います。はーい。YouTuber っぽい。YouTuber っぽい。まず一つ目は、かわいい。おお。じゃーん、こちらのトップスでーす。え、これかわいくない？これかわいいな。かわいい。ゆうなめっちゃ好きそう、これ。好きなんだよ、本当に。好きなんだよ。ちょっとミニなトップスなんですけど、ウエストの部分と袖口の部分がキュッてなってて、形が女の子っぽいから、スカートに合わせてもいいし、うん、デニムに合わせてもかわいいと思うし、うん、これ早く着たいね。着たい。うん、でもちょっと薄いので、ね、これは春先かな。そうやね、早く着たいね。早く着たーい。うん、1個目は大当たりでーす。続いて2つ目はこれにしよっかなあ。これいい、良さそう。わかる、こっからこれ感じる。福袋って本当のなんだよね。うん、俺もさ、買ったくなかった、なんか自分用に。ゆりなのだけを買いに行ってくれて、ね、嬉しいです、本当に嬉しいです。あ、嬉しいです。はい、リブラン2つ目は、うわ、これめっちゃいい。これゆりないいよ。好きそうだよね。好き、俺はこれ好き。じゃーん、こちらのロングスカートでーす。いやー、これ可愛いね。一郎好きそう。これはね、俺大好きです。あ、こういうちょっと大人っぽい感じ。そうね、これってもう何でも合うじゃん。確かに。うん、シャツインとかでもさ、完璧でしょ。うん。しかもやっぱりリリーブラウンなので、生地がすごくしっかりしているし、ね、形が綺麗だから、うんうん、縦に線が入っているし、うん、スタイルアップの効果もあると思います。そうね、しかも2枚重ねになってるんで、なんか透けないように。すごい、女心分かってるね。あ、まあそういうことです。ウエストの部分もこれゴムになってるから、本当だ、ありがたい、お正月飾りには。そう、ありがたいね。うん。さっきのこのトップスと合わせても、あー、すごい可愛いかなって。完璧じゃん。可愛いね。パーフェクト。すいません、次行きましょう。続いて気を取り直して、これうわ、めっちゃ入ってるじゃん、福袋。これ半端ないね。じゃあこれにします。はーい。リリーブラウンの洋服って1着8000円とか、結構高いよね。結構高いじゃんね。これでね、こんなに入ってるっていうのはやっぱ嬉しいね、本当に。まあ年に一度ですからね。ね、うん、うわ、これもやばいよ。え、これ福袋の中入れちゃって大丈夫？これリリー・ブラウンさん本当に大味でしょ。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。見て、これね、短めのニットだ。白ニット私すごい大好きで、いろんな白ニット集めてるんだけど、うん、こういう短めの白ニットって持ってなかったからすごい嬉しい。で、丈は短いんだけど、うん、袖の部分がふわってなって広めに作られてるのがすごい女の子っぽいから、かわいくない？かわいい。かわいいね。そして俺の大好物のこれね、この形ね。今言ったじゃん。違う、ボワーってなってるって。これはここだって。あとの9ね。そうそうそう、これ9ね。9ね、俺めっちゃ好きだから、この9ね。さっきのね、うん、茶色色のスカートと合わせても素敵なんじゃないかな。うん、で、生地もしっかりしてるから、あったかいね、うん、あったかい、ね、やばいな、いい感じ。さっきからさ、やばいしか言ってないわ。で、あ、これはいらないなみたいな、ないね。さあね、続いて4つ目ですね。はい。これの正体なんだろう。これの正体なんだろう。ニットかな？ニットか。お、え、え、かわいい。え、かわいくない？そういうこと？そういうことじゃん。そういうことだった。見てください。はーい。え、かわいい。ワンピースだった。ニットワンピです。ねえ、かわいい、かわいい。待って、これめっちゃいいじゃん。めっちゃいいよね。やっぱい、これ。え、やばい、やっぱ
大人っぽいね。そうだね、ウエストの部分ね、これね、ほらキュッてなってるの。うん、あ、今ハモった。袖口の部分もキュッとなってるんだよね。これね、もう俺の好きなポイントしか集まってないじゃんね、うん、シンプルな黒のワンピースなんだけど、うん、形すごい女の子らしくて可愛いよね。そうだね。やっぱリリー・ブラウンは年齢層が高めの方でも着れるから幅広くね、使えるよね。続いて、あれ、なんかさ、最後こうとかと思ったら、本当だ、なんか入ってる。なこれ、これ何、わからん、これ何、え、あー、カバンだ。もう袋1個でさ、何個これできるんだったんですよ。じゃーん、完成しました。え、すごい、かわいい。さっきのさ、黒のワンピースにこれだけかけててもさ、トレンド感あってすごいかわいいよね。じゃあ最後、最後、じゃじゃじゃん、かわいい。え、これってランダムだった？え、わかんない。だよね、2色あるんじゃない？あ、そうなの？え、ピンク、めっちゃいいピンクだろうと思わなかった。え、どういうこと？うわぁ、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 じゃん、こちらのコートが入っていました。いやこれもう絶対の好きなやつじゃん。ピンクのコート持ってなかったからゲットできてめっちゃ嬉しい。だけどピンクって言っても派手すぎないピンクというか、大人っぽいピンクだから、うん、大人の方でもね、着やすいもんね、このピンク。いやこれさ、1万円以上するよ、普通はね。え、絶対するよね。すごいよね、ほんと福袋って。うわ、でもほんとね、触り心地とかもすごい柔らかくて気持ちいいし、しっかりしてる、ね、フードもついてるからすごく可愛いし、ウエストの部分もね、リボンがついててすごく女性らしいです。え、これ可愛い、嬉しい、嬉しすぎてびっくりしちゃう。いや、これボタンとかもね、可愛いんだよね。これ見えるかな、これちょっとズームにしてみてください。いや、さっきのナイスクラップのアウターも良かったけど、こっちもね、すごくいいです。いや、これも使い回ししちゃおうね、ほっとり。いや、拍手が出ちゃう、拍手が出ちゃう、拍手が出ちゃったよ。自然だね。リリー・ブラウンも全部大当たりでした。ありがとうございます。ありがとうございます。逸郎がリリー・ブラウンいるって聞いてくれなかったら、リリー・ブラウンのこと忘れてたから。あ、そうなの？そう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 。あ、よかった、スナイデルのね、目の前でリリー・ブラウンだって、ユーナリリー・ブラウン好きっての知ってたから俺、それだから、あれ、リリー・ブラウンなんねえかなと思って聞いたら、まさかのね、ビンゴっていうことで。分かってますね。いや、分かってますよ。続いての福袋はじゃん、スナイデルです。いや、いいね、大好きなスナイデルです。ね、ゆうなめっちゃ好きだよね。去年イチローくんがね、サプライズでスナイデルの福袋をね、プレゼントしてくれたんですけど、今年もね、買ってきてくれました。スナイデル可愛いから、俺はめっちゃ好きだから、スナイデル。じゃあ開けていきましょう。開封の舞。うおぉ、すげえ、色がもうかわいい、かわいいよね。うん、え、待って、何から見よう。なんかちょっとさ、ほんとさ、テンション上がるから。これめっちゃ入ってる、かわいい。じゃあ一番上から、頭の中から、うん、え、開けてくれ。これなんだろう、まずは。これなんかのハッピーセット、マフラーだ。おお、去年マフラー入ってなかったよね。入ってなかった、うん、すごいありがたいの、マフラーね。ねえ、ユーナマフラーあんま持ってないからね。これで風邪をひかないようにしたいと思います。じゃあ続いて、はい、ここから、ここから、さあな、せーので、あ、せーのでじゃない。テンパってる、テンパってる。スナイデル、まず一つ目はじゃん、こちらのトップスです。いや、かわいい、かわいい、シンプルでいいね。シンプルだね。これは袖の部分がこういう風に広がってるデザインのものです。あー、なるほどね。あ、こ、あ、ほんとじゃん、俺こういうデザインめっちゃ好き。シンプルだけど、デザインがかわいいものってずっと長くね、使えるから着回しができると思います。こういうね、袖靴を選ぶと自然と前袖になるので、手をつなぐ時とかにすごい可愛くっていいと思います。使い回せるインナーが一つ入ってるのはね、嬉しいね。これは外れだと思う人がいないと思う。確かにね。うん、続いてこれよ、色が可愛い、色が可愛い。ねえ、ゆりの好きそう。行きましょう。じゃあ、おお、可愛い、可愛い、可愛い。めっちゃいいじゃんこれ。可愛い、めっちゃ可愛い。やばいやばいやばい、可愛いしか言ってない。え、普通にさ、買うんだけど、これあったら。これやばいね。めっちゃ可愛くない？やばいぞ、可愛いが待ってるぞ、やばいやばいやばい。何でも可愛いっていう人たちみたいに思われちゃうかもしれないけど、そうじゃないからね。違うから。可愛いに厳しい人だったから。そうだぞ。やばい、でもこれマジで可愛いが詰まってる。今季はやっぱりこういうトレーナーがすごく流行っているので、トレーナー入っててくれてるのがすごく嬉しいのと、この首元が少し広めに作られてるのが、なかなかないデザインで可愛いなって思います。そしてプラスこの袖がね、キュッてなってるね。私すごく好きなカラーなので、これめっちゃ嬉しいよ。これ多分ゆうなめっちゃ着ると思う、今年。うん、着ると思う。そしてだよ、これに多分合わせるんだろうね。あ、次が、うん、うわ、今年めっちゃ可愛くなって。え、待って、これやばい。じゃーん、じゃーん、うわ、これめっちゃ良くない？
これは可愛いわ。さっきのこのトップスにカラーがすごく合うですね、うんうん、そうだな、合うですね、合うですね。 A ラインのスカートのね、うわこれもね、俺が一番興奮してるよ。紫とピンクですごく可愛いし、うん、すごいいいじゃない。この色合い可愛いね。めっちゃ好きです、僕。僕めっちゃ好き。今年はあれやな、当たりやな、当たり当たりすぎてる。このウエストがね、よく見るとね、ゴムになってるんだよね。わかるかなこれね。だからどんな人にでも着れるっていうところがまずいいよ、ね、トレーナーをインスタとしてもね、お腹が出過ぎないしいいと思います。いやーこれいいわ。でもスナイデルこれだけで満足だわ。満足だよね。ちなみにこのスナイデルも1万800円なんだけど、うん、これだけでも超えてます。超えてる超えてる。このスカート一番好き。このスカートめっちゃいいね。めっちゃいいよね。めっちゃいい。このスカートめっちゃいいよね。俺待って、これもめっちゃいい生地してる。うーわ、だもんね、これさ、普通に買ったらやばいやつで。それじゃあ行きましょう。本当だ、生地がすごい。うーわかわいい。フォーマルな黒の生地がしっかりしたワンピースです。いやこれさ、うん、1着でもう1万円以上するよ。それぐらい生地がすごくしっかりしてる。いいね、これフリフリになっているので。かわいいね。いやこれもね、本当にマジで当たり。これめっちゃかわいい。さっき入ってた2つのスカートとトップスが結構カジュアルめ、うん、そうだったから、うん、ここでフォーマルが来るっていうのはもうさすがスナイデルですね。そうだね。はい、最後。最後もね、これもね、ほんとね、どんなサプライズだっていうぐらいね、可愛いんだわ。はい、もう俺もやばいんですわ。せーの、じゃん、こちらのコートです。いやもうこれ良くないっすか。すごい、一番落ち着いたコートじゃない、うん、福袋3個の中で。確かにね、うんうんうん、この部分も何もないしシンプルなコートですね。薄紫のコート珍しいから、すごく可愛いね、カラーが。さっきの黒のワンピースがシンプルだったから、うんうん、その上にこれを着たりしても映えて可愛くなるんじゃないかなって思います。でこれだったら、うん、紫ってちょっとやっぱり派手なカラーだから、うんうん、30代の方とかは挑戦しにくいっていう相談をよく受けるんですけど、うん、これだったら30代の方とかが着ていてもすごくおしゃれに着こなせちゃうと思います。うんうんうん、めちゃくちゃいい、いいね。いやスナイデルもよかったね。よかった、もうね、当たりでしかない。マジで当たりだわ。え、当たりだよね。これめっちゃ当たり。よく見てないから見させて。これいいなこれほんまええー、なええねええー、な俺の中で今ほんま流行ってんだよね。ほんまええば。え次行きましょう。はい、最後ね。最後です。はい、最後は SNS で話題になっていて、うん、ちょっと気になったので買ってみたんですけど、ラティスかラットアイスかちょっとよくわからないんですけど、ね、300円のアクセサリーショップの福袋で、この福袋自体が300円なんですよ。何個か入って300円、うん、ランダムで入ってるんだけどね。気になったのでね、一郎くんに買ってきてもらいました。じゃあね、これも買いました。開けようか。うん、おっ、おすごい。おっ、こんなに入ってる？え、すごくない？これ300円でこんなに入っていい？すごいんだけど。マジすごい。びっくりしちゃってる。やばい。まず袋の外に入っていたのがこちらのピンです。後ろにハーフアップした時に留めたり、うん、ポニーテールにして留めたりしても可愛いと思います。すごいね。これだけでまず300円でしょ、普通だったら。そうね、それがこんなにも入ってるの、すごいね。すごくない？なんか今日テンション上がりすぎてやばいよ。やばい、ね、うわぁ、すごい、めっちゃ出てきた。まず一つ目がじゃん、こちらです。かわいくない？かわいい。ゴムのリボンのやつです。私のファッションに合うと思います。そうだね。で続いてリボンの2つ目ですね。これはベロア素材になっているから、こういうのもねすごくかわいいので使えそうです。もう一つねリボンが入っていたんですけど、うん、こちらのリボンです。おー、ちょっと大人っぽいねレッドのカラーですね。こういうのもかわいい。でゴムがね何個か入ってて、うん、この使いやすそうなゴムとこのゴム使いやすそうなゴムゴムはいくらあってもかわいいからね。そうだよね。うん、続いてもゴムですね、うんうん、これです。あー、かわいい、かわいい。ポニーテールとかした時に赤がインパクトが映えそうですね。そうだね。続いてはこちらのこういうピンです。あー、なるほどね。これもね大人っぽいね。これママにあげようかな。そうだね、これママめっちゃ絶対似合うわ、うん、ね、絶対ママ似合うよね、うん、最後に入ってたのがこの髪留めです。夏とかに使えそう。300円のアクセサリーショップの300円の福袋のバッグの中身には、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、8324、2400円分入ってました。うわー、すごい。約2000円得だよ。すげえ、やばい、嬉しい。絶対見つけたら皆さん買うべきですよ。
全部で10個入ってた。そうだよね。3000円分入ってる中、最後は、そうだね、最後まだ残ってた。あ、これの、かわいいね。うわ、これかわいい。シンプルなハートのついてるブレスレットだ。これかわいいからつけよう。そうだね。やったね。これ足につけてもかわいいから、ね。かわいい、うん。やったじゃん。ね、嬉しくない？ってことは全部で1700円得しました。嬉しいよ。すごい興奮するね、喋りまくったら疲れちゃった。以上が今年買った福袋の中身紹介でした。いやー、ほんとすごかった。すごい、いやすごいよ、うん、外れが一つもなかったし、うん、正直ね、うん、今まで福袋を買ってあまり当たったことがないんですよ。ずっと気に入って何回も着るっていうものがなかったんですけど、今回のやつは多分すごい回数着ると思います。今回この福袋、ゆるな的に全部で何点ですか？もう、はい、1000点。1000点、いやすごくない？1000点ってくるとは思わなかったわ。うん、1000点。1000点、うわー、俺頑張ったかやるわ。ほんとにありがとう。これね、実は一郎くん1月2日から名古屋パルコは福袋の販売が開始なんですけど、1月1日にも買い置きして行ってくれて、2回行ってくれたんですよ、福袋を買いに。で、だから本当に嬉しい。本当にありがとう。本当にありがとう。本当に本当にありがとう。奇跡だよ、俺が朝の5時に起きるって。すごかった、人の量が。パルコが朝の9時に開店で、うん、俺が着いたのがね9時10分に着いたんだけど、うん、ナイスクラップなんてもう即完売。うん、こんなに頑張ってくれたから、うん、もう何倍も何倍も喜びが大きいです。それでは皆さん、いかがでしたでしょうか。2019年一発目の動画は福袋の購入品紹介でした。今回買った福袋のお洋服は私のインスタグラムでね、どんどん着ていってコーデをアップしていくので、ぜひインスタグラムもチェックしてみてください。この動画が少しでも参考になったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。2019年もゆりいちチャンネルをよろしくお願いします。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。